ワンコってやっぱりこっちがワーって引っ張ろうとかするんですけど、まあ知恵を使ったやり方っていう感じかな。リサに村虫の僕やるけどねみたいに、うまく使っていただくと、手をこう使うっていうのは意外と女の人でもパワフルなワンコでも使いやすいです。で、ああやって手に集中してくれますよね、他にワンコがいても。もう手しか見てない。なんかもうこうなってるんですけど。なんか持ってるんですか？ご褒美をやっぱり持ちます。でご褒美が、うちのダメっていうんだったら毒フードでいいんですよ。毒フードの粒でも毎日頑張って、一生懸命他のワンコが来てもそうだね、もらえるんだもんねみたいな感じで、割とワンコってシンプルなんで、この辺りは。あれなんですけど、ぴょんぴょんしないで座ってもここにいたらいいんだよっていうので、も手をやっぱり使っていく。昔と違って、なんかやっぱり犬のこう理屈に合ったやり方っていうのを、あれあれ、お父さんたち来てるけど手の方がいいみたいな。メイリちゃん、メイリちゃん、お父さん来てくれた。メイリちゃん、お父さんここまで来てくれたね。やった、すごいね。メイリちゃん手の方も好き。手の方も好き。で、ちょっとこうコントロールしやすくなる部分があるんで、座れ。はい、ちょ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 、起こさない。おうち帰じゃん。きれいきれいにしないといけない。起こさない。待て待て待てだよ。出てがいいかも。出てがいい。上手にこう、うまくここモティラで自分たちでこう、いや、ここでいいんじゃないの、心地いいものあるんだけどみたいに、特にメリーさんみたいに明るい性格の子って叱られても、叱るものも必要なんですけど、叱られてもあんまりこうほら、あーダメみたいに、うん、ってこうなっちゃうんで、そうするとかえってその刺激を面白がって余計興奮してしまうところがあるから、はい、はい、はい、ちょっと使ってシュイシュイってやった方がいい。わかりました。手芸になっちゃった。もうちょっとあれだね。もうよろしければそのまま綺麗にしてお渡しします。はい、はい、ありがとうございます。はい。